はい、レオンチャンネルです。仮面ライダー技術の変身ベルトデラックスデザイアドライバーはこれ一つ買えば10フォームに変身可能っていうのを売りにしておりますので、今回はその10フォーム変身一気にやっていきましょう。では箱裏の順番通りにいきましょう。まずは仮面ライダー技術エントリーレーズフォーム。2アームドハンマー。3ブーストフォーム。4ブーストフォームのリボルブオン。5マグナムフォーム。6マグナムフォームのリボルブオン。7ブーストフォームのアームドハンマー。8マグナムフォームのアームドハンマー。9ギーツといえばこれですね、マグナムブースト。最後10はマグナムブーストのリボルブオン。はい、これで全10フォーム一気に鳴らしました。こんな感じで上下アーマー入れ替えのリボルブオンも含めて全10種ってことね。ただ厳密に言うとハンマーマグナム、ハンマーブーストの他にこっちをハンマーにしてもいいと思うので、リボルブオンで個人的には全12種類なんじゃないかなっていう技術の一気変身でございます。じゃあ改めて必殺とか鳴らそうか。エントリー。これはこの辺のボタンを押しても必殺いけませんね。で、アームドハンマー変身。必殺。あ、でもあれか、ハンマー下半身で13フォーム目みたいな、そういう考え方もあるのか。ブースト。必殺。超必殺。
リボルブオンは特に音が、あ、もう音今はなんなかったけど、リボルブオンって言って、終わりで別に変身音はありませんからね。マグナムフォーム。いやでもね、デザイアドライバー超楽しい。必殺。そして説明書通りのマグナムフォームアームドハンマーからの必殺。これがありならこっちのフォームも、うん、全然ありな気がしますけどね。この辺は全部説明書通り。ブーストフォーム、アームドハンマー。必殺。もちろんこの状態で超必殺もいけます。ただやっぱりマグナムブーストですよね。いや、光り方とビジュアルが良すぎる。超必殺。以上、これがデラックスデザイアドライバーを買えば一気に楽しめる10フォームレビューでした。厳密に言えば13フォームぐらいあると思いますね。デザイアドライバー本当に有能。